はい、どうもメスです。本日もレインフットボール2022やっていこうと思うんですけれども、本日の企画はむちゃくちゃシンプルです。こちらをご覧ください。はい、ネイマール100、ムバッペ100、レバンドスキ100、メッシ100ということで、はい、前線全員100にしてご利用してみた企画やっていこうと思います。全員100です、ここ3、4人ね。はい、まあ能力の方ね、まあ見たことあると思う人いると思うんですけど、ネイマールの方は一応こんな感じになってます。この通りにやってもらえれば100で、メッシの方の育成はこんな感じですね。こんな感じに育成してもらえば100でね、ムバッペの方が総合値100ね。これ以前シュートさんが動画で上げてて、能力値パクりました。はい、このムバッペはシュートさんムバッペです。はい、で、レバンドフスキーもね、ちょこちょこ育成いろいろやったら100届いたので、一応こんな感じになってます。ということで、まあ特にねひねりも何もないですけど、もうね総合値100、4人前線にいればまあ余裕でしょう。ということで試合の方やっていきましょう。前線の調子はまあまあまあとりあえずいいですね。うん、やばいな、たまにあるんだよな、20試合に1試合ぐらい。マジか、撮影のタイミングで来んなよこれ。おい、オブラク交代ねえよ、古橋混じってるし、おい、どうしようどうしよう。まあまあまあいいや、このまま頑張りましょう。しゃあ、まあ相手が入れる以上に入れればいい。まあちょっとね、無失点は厳しそうなんで、まあそれ以上に点を。オブラク危ない。はい、カムーン、ダブルタッチで抜いていくよ、カムーン、いいよ、どんどん詰めないと。はい、どんどん来ちゃうよ、おいおい、ああ、はい、トラップする、うわー、できない、いけるか、うーん、無理、取れる、おお、レバーナイス、どうした、相手もそりゃびっくりするわな、俺もびっくりした。チャンスでしょこれ、これはチャンス、絶対チャンス。よし、ちょ、シュートまで行くぞ、シュートまで。お、レバーいけるか、きたー、ダーショペイ、よし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 、まずは先制。いや、レバーいいの、なんかさ、どうしてもちょっとレバーってなんか重い気がするというか、なんかうん、ちょっとなんか使いにくそうな印象があって、使わず嫌いしてたけど、強いね、うんレバー強いよ。ん、ギブアップ、ナイスということですよね、こういうことですよ。結局ね、やっぱり強いんですよ、総合値100ね、4人並べりゃそりゃ強い。いや、完璧でしたな。ちょっと全部さ、ギブアップでいくか今日は。さあ、ということで2試合目やっていきましょうね。ね、ムバッペが不調だったかな、オブラクは大丈夫でした。あれ、どうした、はい、レバーに出してドーン、ドーン、どこゲットン、おお、ナイス、来たか、これは決めたい、これは、あー惜しい、やばい、危ない、やばいです、助けてください、危ない、あー危ない、めっちゃ攻められてるんですけど。いや、でもピンチはチャンス、ピンチはチャンス、ここに出す、いいよ、つながってるつながってる、ピンチはチャンス、いいよ、一旦こうする、こうして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 、ダメでした。ああ、あ、これはもう無理だ。うまいね、あのシューキャン、なんでもう最悪、あっち行っちゃうんだ。俺ファンダイクの方に明らかにね、スティック倒してたよな今。来ただろ、来ただろ、これは来た、よーし、オッケー、よし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 、ある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 、ある、ある、いいよ、よっしゃー、完璧だ今のは、よし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 、脳天、完璧すぎるゴール、よし抜けた、通れ、レバー来い、よーし
これだこれが総合値 100×4 の強さだよ。おいチャンス来たー、とどめを刺す。あっ惑わされた、惑わされたぞ。嘘でしょ、嘘でしょ。危ない、危ねえ危ねえ。お、え、まさか、え、ギブだ。え、今のギブする、1点差だよ。え、嘘でしょ。ガチで、あともう1試合だけやろうと思うんですけど、え、ガチで3試合連続ギブアップ初の、ありえるか。あまりにも強すぎてやばいんだけど。さあ、ということでね、3試合目行こうと思うんですけれども、はい、こちら見てください。オブラクさん、前線があれかな、めちゃめちゃ強いから、まあなんて言うんだろう、修正というか補正かかってる、これおかしくない。うん、3試合中2試合ゼフチョって。うん、オブラクさん。さあ、ということでラスト3試合目ギブさせるぞ。しかもこれディビジョン3で、多分お相手さんも元ディビジョン2とかそういう人たちばっかりなんですよね。ワンチャンディビ1の人いたかも。そんな相手からね、ギブ3連発だったら、てかもう2連発の時点ですごいんだけどね。はい、レバー抜け出せ、レバー来い、きたー、うわー、マニュキー読まれたか、嘘だ、うわー、うめー、やられた。てか相手上手くね、これ。気のせいか、これディビ1だろ絶対。来い来い来い、あー取れないか、いやー無理か。はいはいはい、前半0-1、やべ、つえ相手海外の人かな。いやー、もうちょっとギブは厳しそうだな、頑張りたいね。通るか、あ、あるあるある、レバー来た、おりゃー、よーし、おれー、こんどんなもんじゃい、これがレバンの好きだ。よし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 、あるあるある、ちょっと強敵だけどね、勝つよ。あるあるよ、あるある、あ、ファール、よーし、いち、オッケー。あ、動かしそう、これ。このセンターバックいなくなった瞬間蹴るんだ、そこ。うん、はい、蹴る、いいよ、当たらない当たらない、よーし、いや、くっそ、落ち着け、シュー蹴れて、ダー、くっそー、いいよ、はっはっ、いったか。はい、こっち、よーし、完璧だ、気持ちいい、今日気持ちいい、今日のイフト気持ちいいんだけど、やばい、やだ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 、もう勝ちたい、勝たせて勝たせて勝たせて、はあ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 、頼むぞ、あるよあるよ、ビルロ、あ、くっそ、終わりか。いや、まだあるまだある、諦めんな、あー、くっそ、いやー、最終試合引き分けか。いやー、でもまあ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 、うん、3試合中ね、2試合ギブアップ、強制ギブアップをさせるというね、もうゴリゴリですよ、やっぱり。ゴリゴリに限るわ。てか、レバンドフスキーが意外とというか、普通に強くて、びっくりしたわ。いやー、いい試合でしたね。じゃあ、最後、相手のね、ディビジョン確認しましょうか。確実に、まあ、ディビジョン1なんで。はい、相手のディビジョンは、こちらです。どうぞ!ほーら!ほら!ははは!いや、うん、ちょっとディビジョン3とか期待してたんだけどな、これ。オチで、ディビジョン1だろうって言って、違かった場合の時に、おい、違えじゃねえかってなるんだけど、俺が予想した通りに、ディビジョン1だとさ、ちょっとなんてリアクションしていいか、わかんないんだけど。ははっ。